ガールズ競輪2010第5戦を迎え、シーズンは終盤戦。ここまでの戦いをリードする2人のヒロインが決勝で三度激突。第5戦の舞台は大阪岸和田競輪場。全6戦のシーズンもいよいよ残り2戦のところまでやってきた。足太くなってちょっとビビってたんですけど、また一段と強くなってました。やっぱり、はい、リクエストがあった金谷ダンスを、はい、金谷ダンス。出場選手紹介でのパフォーマンスはここ岸和田でも絶好調。1月の開幕戦からおよそ3ヶ月、ファンの声援も大きく増えた。シーズンの最優秀選手をめぐっては石井博子と前田香代の戦い。2人の力のぶつけ合いが今シリーズを大きく盛り上げている。そんな中、今回の初出場は1名、大学1年の広本あかり。また今内千秋は1月開幕戦での落車を乗り越えてガールズ競輪に帰ってきた。まずは予選、一組目には石井博子が登場。白井美佐子も粘り強く走るが、最後は石井がリードを広げて力の差を見せた。一方、復帰戦となった今内は決勝進出には一歩届かず4着だった。続く予選2組目、前田香代も見せる。力強い先行で堂々と押し切った。迎えた決勝戦、2戦連続優勝中、快進撃を続ける前田香代。そして女王の名にかけて3連敗は許されない石井博子。やはり注目はこの2人の戦いに集まった。レースは残り1周、前田が駆け出しレースを作る。この果敢な走りが前田の持ち味であり強さだ。追走するのは石井博子。石井にもここまでずっとガールズ競輪のトップを走り続けてきた意地がある。前田、石井3度目の一騎打ち。優勝は石井博子。勝利へかける思いの強さがここでは勝った。第2戦以来久々の優勝。これで優勝回数でも前田に並んだ。そうですね、もう今日は絶対勝ちたかったので、思い描いた通りに勝てました。やることやって負けだから全然良くないですか。また次で、ひろこさんが強かったですよ、それだけ。石井博子と前田香代の2人の熱戦を中心に動いてきた今シーズンも、次がいよいよ集大成。戦い抜いてきた3ヶ月間、その最終戦を迎えます。